今回はですね、東葉高速線、東葉勝田台駅に来ております。ではここからですね、まあ、電車に乗るんですけど、この東葉勝田台からですね、東京メトロ東西線 JR 線に直通して三鷹まで走る各駅停車の電車に乗っていきたいと思います。全36駅1時間30分ほどかかるということですね。まあ、かなり東西線としては最長距離運用で、なおかつ各駅停車全区間全ての駅止まるというね、なかなかつわものです。では今回はそれに乗っていきたいと思います。三鷹まで初めて来ましたね、こう東葉勝田台。結構駅前は栄えてるなーって感じ。なんか駅がくぼんでるというか、地下ではないんですけど、なんかくぼんでるところにあるんで、あまりこっちから線路が見えなくてね、不思議な感じですけど、地下駅かなと一瞬思うんですけど、京成の方はくぼんでるだけ、谷のところにあるだけで、東葉高速はもう完全地下ですね。では早速行きたいと思います。うまそうな店見つけたんで入ってきましょうかね。この購入範囲が異常すぎるほど広いんですけど、三鷹まで1130円。人生初めての東葉高速鉄道ということで、右側ね、中野行き快速電車なんですけど、本車中野までしか行かない。でこのね、右側のこのオレンジの電車が東葉高速鉄道の車両なんですけど、この電車は JR に入る設備がない。で JR の車両は東葉高速鉄道に入る設備がない。なので三鷹行きの場合は、東葉高速線からの三鷹行きの場合、また逆の場合も、この東京メトロの車両が入ることになっています。今日はなんかすごい ボロい電車がボロいな。今日はなんかあんまりないんですけど、結構当時の電車はね、朝と夜だけしかなくて、日中は快速電車だけしか来ないみたいな状態、なんか川越線に似てますよね。そんな感じの路線です。なので朝と夕方だけは各駅停車の電車が東葉勝田台まで来るという感じです。あ、ここにあったな。こんな感じです。三鷹行きは3時だから、あ、土日だと午後にはないんですね。平日であれば結構15時台からもあるんで、結構な本数あるっぽいです。あと朝だったらね、土日でもあるみたいですね。これですね、東葉勝田台からぐーって三鷹まで89分、長い。今は空いてますけどね、この先混雑がねかなり激しい東西線を走るということで、まあ途中からね撮影できるか心配なんですけど、まあせいぜいダッシュとは逆方向ですから、まあなんとかなるんじゃないかなとか思いつつ、まあちょっと混雑にね臨機応変に対応していきたいと思います。いかんせん今日は平日ですからね。それは東葉高速鉄道は折り返し乗車がかなりなんか問題になってるらしくて、まあよく高額鉄道と言われてる路線ではね、なんかよくある張り紙ですけど、結構ここまで乗ってる人も本日もまあ多いですね。結構といっても階段が近い前売りだけかな。こっちの階段からね全然人が出てこないんですよね。みんな後ろ側からしか来ないから、この階段はどこに繋がってるか気になるんですけど、でも京成線にも乗り換えられるのかこの階段。でも後ろに行くにつれて人がやっぱりいないから、みんなやっぱり前寄りの階段がやっぱりみんなそういうことですね。はい、まあこの電車はねいずれなんか多分 B 周とかされてレアになるんだろうから、今のうちにねちょっとこう内装をね映しながら撮っておきたいなと思います。誰もいないなんて結構東西線ではレアかもしれないですからね、チャンスですよこれは。東葉高速線自体本当初めてなんで、なかなか新鮮な経験ですけど、
したらこの LCD は三鷹行きとしか出ないんですかね。これ次の停車駅ぐらい出てくれよって感じじゃないですか。何も出ない、三鷹行きしか出ない。さあ早速地上に出ました。さすがに駅間短すぎますよねこれ。村上、村上ってなんか聞いたことあるんだね。新潟の方で聞いたことある気がするな。本当になんか三鷹行きしか出ないですねこの表示。何なんだろう、こういうもんなのですかね。次の駅とか出ないんだ。というか自動放送もないんですかねこの路線は。そんなことはないような。車両は自動放送は搭載されてると思うんですけど、切ってるのか、それともこの電車の現在位置設定をしてないから自動放送が流れないし LCD も三鷹行きで硬直してるのか。まあ東京メトロ線内でどう変わるかはちょっと見ておきたいですね。東洋高速鉄道は高速と言われる理由もね結構わかりますよね。京成さっき乗って勝田台まで来たんですけど、西船橋から東洋勝田台、京成使うよりもあの京成の接続の関係でまあ大体15分ぐらい差が出るみたいで、西船橋まで行くと。それを考えるとねこの東洋高速線を乗る、まあちょっと高くても乗る理由はねまあわからんでもないという感じですけど。こんな夜に撮り鉄がいたけど、光源はないと思うんですけど、あっち側にやってもそのすごいどんだけ位相値上げてんのか気になるな。八千代中央ですね。Wi-Fi はつけるんだな。さすがなんかメトロって感じですね。 Wi-Fi だし LED だし、 LED じゃないのかこれ、よくわからないですね。まああの三鷹発という勝田駅でも、勝田台発三鷹駅でも東京メトロ車両ということになります。まあ、東京メトロ何の車両が来るかは分かりませんけどね。この座席6人掛け46764なのか、なんか随分変な座席ですね。ドアの位置がずれてるってことか。ちなみに次の八千代緑ヶ丘がこの東洋高速鉄道としての一番大きな駅なのかな。単独として車両基地がある駅ですよね。八千代緑ヶ丘駅っていうのが一本だけ東西線の方からあったような気がします。あとは出国する運用、始発の運用っていうのも何本かあったように思いますけど、まあ大体の電車というかまあその一本以外は勝田台まで行くので、あんまりお目見えする機会はないのかなという感じです。すごい駅前なんかでかいイオンモールがありますね。駅前にイオンモールあれば結構あのファミリー層はね多そうな感じはしますけど、反対側の東西線05系か、東洋の IGBT らしいのでこの電車モーター、ちょっと次の発車は黙ってましょうかね。2番線電車が発車いたします、ご注意ください。
他社の乗り換え放送までやるんですね。友達に今これ乗ってるって言ったら、めちゃくちゃレアだよその電車、未更新でモーターが変えられてないのは3本ぐらいしかいないみたいなこと言われたんで、まあ、レアらしいです。なんで MCD は本当に三鷹行きでフリーズしてんだろう。そういうもんなんですかねこれ。何度も言いますけど、次の北七市のは新京成と乗り換え駅、LCD がね硬直してるんであれなんですけど、これ飯山充みたいな、ね、名前、これで狭間って読むらしいです。読めないですね、この初見殺しすぎない、これで狭間なんですかね。地下鉄の車両でも結構なんか頑張って速度出してますよね。そりゃ、まあ、出せるかは出すでしょうけど、確かに高速鉄道と言われなりの速度は確かに出てるな。でもご利用いただきましてありがとうございました。まもなく西船橋、西船橋に到着をいたします。乗車列車東西線周りの各駅停車三鷹駅です。次の西船橋で始発の快速中野駅に連絡をいたします。この電車途中の4列で快速電車に向かいます。東西線内の浦安と東陽町から先の各駅次の駅は快速電車をご利用ください。連絡をいたします。ジャンプの快速中野駅は到着ホーム同じ8番線、この電車発車の後を続けてまいります。17時31分の発車予定です。後続の快速はなんか着発が変更されて6番線みたいな。東京メトロ東西線各駅停車三鷹行きです。三鷹行きです。メトロは使えるのか、なんか JR が2本ってすごくない。次の茨城中山でさっき言ってた快速電車にこの電車抜かれるみたいですね。なんで茨城中山で抜かれるんだ、妙電まで逃げ切れないんですかね。逃げ切る理由がないのかな。なんか抜かれることなかったですね。何だったんだろう。この先揺れますのでご注意ください。途中妙殿では後続快速電車の通過待ち合わせがありました。 JR 車平地さがやっぱり JR 車の運用も多いですね。
れますのでご注意ください。次は行徳です。 The next stop is 行徳 T20。 この先揺れますのでご注意ください。次は西葛西です。 The next stop is 西葛西 T16。 列車は東陽町、日本橋、大手町、そして高田馬場と進んできまして、まもなく中野というところです。中野はね、東西線の終点であり、この電車は国家席 JR 中央線各駅停車に入ります。JR に入るとね、三鷹行き固定表示になりました。 JR 線内、また東葉高速線内、まあ、いわゆる直通先のロムが入ってないみたいですね、この電車には。まあ、この先ね、B 周されたらロムが入ると思いますので、まあ、この状況も改善されるのではないかなと思います。ただ LED ディスプレイがね、ほぼほぼ機能していないというのはなかなか面白いところではあります。まあ、面白いでね、受け入れられないですけど、まあ、今は頼りにしてる人はそんな少ないかな。JR の駅にこの A 段ドアチャイムが響く、これがねなかなか面白いなと思います。まあ、最近のねメトロ車も変わってきて3点式ドアチャイムになってきてしまいましたから、まあ、ちょっと残念なところです。反対が07系の B 周車、あれもね元々は A 段式のドアチャイムだったのが今3点式になってしまったものでしょうか。この区間、三鷹から中野の区間は東西線の電車、基本的に中野止まりの電車と三鷹止まりの電車、これがね交互に来るんで、まあ、大体10分に1分ぐらいは来るということで、まあ、割と遭遇率がね高いかなと思います。まあ、この直通ね意外と乗ってる人がいるのかなと思ったんですけど、まあ、東西線の方から入ってきた人は大体荻窪あたりで人が降りたかなって感じで、荻窪の人たちは結構東西線利用するんでしょうかね。東京とか、あとはまあ東京の真ん中とかに行く人は東西線利用するんでしょうか。でもほぼほぼ総武線と走行区間かぶってる、やっぱりバイパス路線としてのね特徴だと思うんですけど、ではまもなく終点の三鷹に到着です。長かったですね、長かったです。に着きました。
あ、折り返し東洋勝田台また行くのか。なかなか随分この電車頑張りますね。修行は終わりました。もう出るのか、早いな。電車に休憩時間はないんですね。というわけで今回はですね、東洋勝田台から三鷹まで乗り通してみました。非常に長かったです。はい、というわけでですね、まあ乗り通してくださいとは言いませんけど、まあぜひですね、メトロ以外の区間を走るですね、このメトロ車の運用についてもですね、乗ってみてはいかがでしょうか。ちなみにこの時間結構勝田台多いです。そんな感じです。ではご視聴ありがとうございました。結構面白かったです。